はいどうも、インディキマシャンテルさんでございます。どうぞよろしくお願いいたします。ウィーキューマジやりますよ。さあ、今日もここ、香川県にあるマジックバー、インディキからお送りしますね。こちらね、私、インディキマシャンテルさんがいろんなマジックを実践するチャンネルでございますよ。チャンネル登録をされていない方、ぜひチャンネル登録してみてください。日々、シュールなマジック動画を見れるかもしれませんよ。さあ、チャンネル登録をされている方、コメントやリクエスト、パッといいのもよろしくお願いしましょう。今日も神々でございますね。さあ、今日はこちらでございますね。スチールボールスルーグラス。でございますね。昔からあるマジックでございます。この間台湾の TMA で買ってきました。いやちょっとね読みにくいんだな。イライブマジックになってるのかな。ちょっと中国のメーカー、台湾のメーカーかちょっとわかりませんけど、ちょっとね、古臭いマジックでございますが、こちら木製品でございましてね、ちょっとこの木製の色がね、良くて、ちょっとね、日本で言ったら DP グループのあのキーわかりますね、皆さんね。あれの色じゃなくて、この、なんていうんかな、この色、綺麗な色ね、この、綺麗な感じの色がね、飾りに持ってこいかと思いました、買っただけ。まあ、実演はまあ適当でございますもん。実演多分しない。飾りだけのために買ってきましたね。台湾ドルで500台湾ドルでございますね。日本円に直すと2370円ぐらいでございますが、日本のショップで多分1200円とか1600円で売ってる、昔からのやつでございますよ。まあ、とりあえず実演だ！ウィーおい、さあスチールボールスルーグラスでございますね。さあ、何の変哲もない箱、そしてこの中に入っているのはボールとグラス、ガラスでございますよ。さあ、ガラスがこの箱の中にみっちり入ってボールが通らない状態でございますよ。こんな感じでございますね。穴の上からいってもボールが通りません。シャギーン、さあグラスを入れちゃうぜ。シャギーン、そして蓋をして鍵をして、ジェン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 、ふっとまじないして、いくぜ、ワン、ツー、スリー。おい、ボールがガラスを貫通しちゃうぜ、すごすぎるぜ、おい。ただこれだけのマジックでございますよ、おい。ボールスルーグラスだぜ、おい。おい、いかがでございますか。ボールスルーグラスで、ガラスかな、ガラス、グラス、ガラスで合ってるのかな。まあ、普通に見せれば、一般の人に見せればまあまあ不思議なんですけど、マジシャンにまあ見せるような代物ではございませんね。一匹はこちらお店の飾りにしたいと思いますね。こちらの木のね、なんか色が綺麗なんで、棚に入れとけばかなりいい感じだと思いますね。さあ、今日はこの辺で終わりたいと思いますね。次回の動画もお楽しみください。それでは皆さん、さよなら、またね、バイバイ、ウィー Ladies, gentlemen, girls and boys. From now, the magic show will start.Person who is taking you to the unknown world is Inchiki Magician Terushita. さあ、ここは香川県にありますマジックバーインティキでございますね。香川県高松市のクルバーもここにあります、小さな通りにありますマジックバーでございます。私、インティキマジシャンテルシャでございます。どうぞよろしくお願いいたします。ウィー120分3600円でございますよ。ウィーインティキマジック、インティキマジック、不思議じゃない。ウィーウィーWee! Wee!